十二誘導心電図の進展。毎年全世界で 3.5 億回以上の心電図検査が行われています。その中では最も一般的なのが心臓の検査です。ご存じないかもしれませんが、医療用の十二誘導心電図の設計はこの80年間ほとんど変わっていません。それでは従来の心電図には何かデメリットがあるのでしょうか。まず心電図検査の効率が低いです。医療専門視野は約10本の電極を被験者の体に正しく配置し、10本の電極をそれぞれに該当する導体に接続します。合計20個の手順が必要ですので時間がかかります。また複雑な手順を行う中でミスが発生することもあります。正式な訓練を受けた医療従事者であってもミスを起こす可能性もあります。研究によると十二誘導の心電図検査の約 3% はハイチェラが起こる可能性がある。その3、感染のリスク。ワイヤーを使用する過程では細菌やウイルスなどに汚染される可能性があります。これらのケーブルの消毒には時間がかかる。Q ハートセンサストーリップが解決策です。 QT メディカルは特許集凍結済みの12リードの一体化電極を開発しました。すべての電極が事前に配置され事前に接続されます。ここの電極をどこに配置するか、核ワイヤーをどのように接続するかわからなくても大丈夫です。特許集凍結済みの使い捨ていったイカ電極は大人用に4つのサイズ、子供用に3つのサイズで設計されています。サイジングガイドや簡単な説明書を使用することで適切なサイズの電極を簡単に10秒で配置することができます。胸の中央に青いインジケタを配置し、ニップルの高さに合わせてその後ストリップのテルを左胸に巻いてください。ここから RA を右肩に、 LA を左肩に、 LL を左足に貼り付けてください。ECG の記録が終わったら簡単にストーリップを取り外して廃棄してください。消毒の必要はありません。 QT メディカル製の Q ハートセンサは 3M と同等の水準です。 3M の電極に使用されている接着剤と同じです。また Q ハートセンサー電極を使用した ECG 検査のコストも同等のです。製品の詳細について、営業時間月曜日から金曜日午前9時から午後6時までご連絡ください。